お、ブラマイか？その通りです。ウプ主も飽きないね。私も最初はまたブラマイか、と思ったんですが、こっちの世界では、見つけたダイヤはすべて自分のものですからね。なるほど、ミトさんにあげなくていいもんな。確かにそれなら頑張れそう。高いところでもバッチリ回収します。足元にマグマあるから注意なんだぜ。あはは、さすがにマグマダイブなんてします。もしかして私燃えてます？バッチリね。そんな、言い残したいことは？諦めたらそこで試合し、あっためそうですねこれ。なんでマグマ浅かったの？いやマグマダイブしたがるなよ。皆さんどうも、プニチョコです。霊夢です。どうもどうも、マリサだぜ。今急いでアイテム回収に向かってます。いやー、冒頭からまさかの展開ですね。それこっちのセリフなんですが。よかった、幸運ちゃんは無事でした。それ燃えなくてよかったね。どうか皆さんも、マグマダイブには気をつけてくださいね。今のはダイブじゃないからね。気持ち的には同じです。全ロスしてないし全然違うだろ。あ、はい。さっきは見事に死にましたが、ダイヤも無事見つかりました。そしてすかさず幸運ちゃんで回収します。鶴橋の名前が気になるなぁ。わかりやすくていい名前でしょう？ウプ主にネーミングセンスがないのは、前からだからな。えへへ。褒めてないよ。ダイヤに少し余裕が出たので、延茶台を設置しました。言うほど余裕はないんですけどね。16個か。そして、行動が長くなったら、1回にはレールを引きたいと思います。鉄と金は、すでにかなりあるからな。うんうん。ブラマイ城のおかげで、鉱石類はだいぶ整ってきたんですが、まだこの出口だけ不便なんですよ。あ、まだはしごなんだ。視聴者さんにアドバイスいただいたので、ここはソウルサンドエレベーターにしようと思います。じゃあネザーに行かないとだな。うんうん。ということで、ブラマイ城の新曲でした。そして、今日はソウルサンドゲットするまで終われません。いや目標ヒック、すぐ終わっちゃうじゃん。まあこのシリーズは、のんびり進めようと思ってるので。動物シリーズも進行遅いけどね。それは言わないお約束。あ、はい。そうそう、もう一つアドバイスいただきました。たくさんアドバイスもらってるね。うん、とってもありがたいです。だんだん畑はハーフブロックを置いた方がいいと思いますよ。確かに、なんて素敵なアドバイス。うんうん。それじゃ橋の種を取り除いて、ハーフブロックを置きましょう。木より丸石の方が良かったかな？そう？すごい、移動が楽になりました。アドバイスのおかげだな。とっても助かりました。ありがとうございます。はい、それでは、早速ネザーへ行く準備をしたいと思います。ネザーゲートの、設置か。うんうん、もう場所は決まってるの？場所はもう決まってます。ネザーゲートは、外だといろいろ大変だからな。ビッグマンがこっちに来ちゃうもんね。そういうことだ。場所はこの上です。え、この上ってただの休憩場所じゃ？かなり狭かったはずだが。実はこれも視聴者さんのアイデアで、地下に通じる秘密基地的な場所を作ろうと思います。秘密基地？なんかすっごく面白そう。ちなみにもう入り口はできてます。なるほど、そこから下に降りるわけだな。うんうん。今からここを装飾して、ネザーゲートも設置したいと思います。またサボり部屋になりそう。それじゃ作業開始。本当になりそう。完成しました。おお、思ったより快適そうだね。まるで拠点だな。これでゆっくりサボれ休憩できます。おい。ここからは、外の景色と、水槽が見えます。
ここの通路は？水槽横にあるこの通路を通れば、拠点の近くに出ることができます。ちなみに水槽の中への入り口もありますよ。まだ魚は2匹しかいないから、これから増やさないとだもんな。うんうん。見てください、水の中ならサンゴブロックが無事なんです。ウプ主が危険だけどな。私は無敵なので。嘘つけ。もう一つ通路があるみたいだね。こっちはまだ何も作れていませんよ。ということは目星はついてるのか。まあそんな感じです。そう、ここは秘密の畑。ネザーであるものを見つけるまでは、何も手をつけれないんですよ。あ、怪しいところだな。さあ、ゲート開通です。あれ、サムネと違うような。何のことかな？まあ、別にいいんだけどさ。それでは防具も来たし、出発しましょう。どんなところに繋がるかな？安全なところでお願いします。クラブじゃないよね？おお、安全、かな？ほんとか？うん、どうやら安全みたいですが。安全、みたい？に、逃げないと、落ち着け、これ以上流れては来ないみたいなんだぜ。よかった。というか早速見たことないブロックが、ソウルサンドに似てるね。ソウルソイル、どうやらソウルサンドの親戚みたいですね。絶対違うだろ。おっ、見てください、青い炎がありますよ。うわ、すっごく怪しいじゃん。ソウルソイルの上だと青い炎なのかもな。とりあえずソウルサンドもらいましょうか。なんか嫌な声したね。この声はガスト。やめて、まだゲート保護してないのに。ゲートを囲うのが先だったな。無傷で倒せばいいんですよ。無傷で、倒す？バッチリ燃えてるじゃん。こんなはずじゃ、とりあえず今は現地に戻りましょう。あの世じゃなくて？怖いこと言わないで。なんとか無事戻ってこれましたね。虫の息だけどな。ふぅー、ここは一旦落ち着いて回復しましょう。そして探検再開、熱いー。早く逃げないと。いや、奴はここで仕留める。さあ、ほい。無敵じゃなかったのか？思い上がりだったみたいです。どうでもいいけど、アイテム燃えてないといいね。コーンちゃん。くそ？早くアイテム回収に向かわないと。なんでー、なんでこっちまで燃えてるの？あー、せっかく作った秘密基地が、おい、早く鎮火だ。やってるけど、なんかうまくいかないの。もっとキビキビ動け。了解、あーもう、消しても燃え移ってる。あー、私に燃え移った。お、よかった、なんとか鎮火できたんだね。ボロボロになりましたけどね。ということで修繕完了です。お、扉の奥にゲート設置したんだね。うん、これなら飛び火やモブが来ても安心なはず。あと簡易的にゲートも保護しておきました。これで安心。ようやく探索再開だな。うん、それにしても、想像以上にネザーが変わりすぎてて、かなりびっくりしてます。やった、グロウストーンだ。これは見た目も変わらずだね。とりあえず全部回収できたので、一度アイテム整理に戻ろうかな。せっかく手に入れたアイテム、全ロスなんてことになったら悲しいもんね。今何か声しなかったか？え？誰ですかこれ？ビブリンって言うらしいぞ。いや、そういうことじゃな。もうやだ。どんまい。もう、何ですかあの豚は。あれはピブリンっていう中立モブのはずなんだがな。バッチリ攻撃されたんですが。どうやら金防具をつけてれば、襲ってこないみたいなんだぜ。手ぶらできちゃったー。こうなったらアイテム回収最優先。コインちゃんを守れ。よし、回収できたね。うん、あとは帰るだけ。残念なお知らせです。まさか。コーンちゃんがお亡くなりになりました。嘘だろ？嘘であってほしいですよ。ちゃんと確認したの？あの後何度も確認に向かいましたが、見つけることはできませんでした。それはなんというか、ご愁傷様なんだぜ。ということで、心がぽっきり折れてしまったので、今回はここで失礼します。これはやむを得ないね。かわいそうだなと思った方、グッドボタンぜひぜひ。そこはしゃっかりしてるのな。それで、またねー。最後までご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録まだの方は、ぜひぜひよろしくなんだぜ。さ
最新動画やおすすめ動画もまだの方はチェックしてみてくださいね。それではまた別の動画でお会いしましょう。